イオンモール組山は、京都福瀬郡組山町にある、イオンモールが運営するモール型ショッピングセンターである。本校では、イオンモール組山の各であるイオン組山店、イオンシネマ組山のほか、イオンモール組山に隣接する、イオンタウン組山についても記述する。1999年、各店舗のジャスコ組山店とイオンシネマ組山からなる、大型ショッピングセンターとして開業した。 また当地がイオングループが運営するシネマコンプレックスの1号店となった。開業当時の名称はジャスコ・組山ショッピングセンターであったが、2011年3月1日にイオングループの店舗再編に伴いイオン・組山ショッピングセンターに改称された。2012年に従来の平面駐車場の南半分を閉鎖して増築が行われた。4月5日に増グランドオープンとなり、 合わせて、イオンモール組山に改称された。土地、建物の所有者は、京阪電気鉄道であり、大規模小売電ポリッジ法により届け出ている名称は、組山ショッピングタウンである。開業以来、イオンリテールが管理、運営していたが、イオングループ内の事業再編により2013年11月1日に、イオンモールへ移管された。駐車場 C ゾーンそばに、 電気自動車急速充電器、普通充電器が設置されている。1999年、ジャスコ組山店として開業した。6月29日にプレオープン、翌月7月2日にグランドオープンとなった。2011年3月1日にイオングループの店舗再編に伴い、イオン組山店に改称された。イオンシネマの第一号館で、京都府発のシネマコンプレックスになる。 ジャスコ・久美山店県のプレオープンと同日の1999年6月29日に開業した。スクリーン数はシネマ1、シネマ8までの8スクリーンがあり、シネマ1が最も座席数が多い。2015年4月1日現在の8フロアの座席数の合計は1826席となっている。イオンシネマズが運営していた近畿地方唯一のシネマコンプレックスだったが、 2013年7月1日より、イオンエンターテイメントが運営している。イオンタウンの運営する大型複合店舗である。イオンモール組山には道路を挟んで隣接している。当初計画では3階建てであったが、容積率を3割削減したため、2階建てに変更した。2015年現在、エディオン、赤ちゃん本舗、ニトリなど合計9店舗と2金融機関の ATM が、 設置されている。開業時の名称はロックタウン組山であったが2011年9月1日にイオンタウン組山に改称された。イオンモール組山の南東側の隣接部分に組山町が公の施設として設置している町の駅クロスピア組山が存在する。下記の路線バスはいずれもそこから発着する。京阪本線淀駅。 組山団地方面から組山町乗って小バスも運行していたが、2015年12月31日をもって運行終了し、組山町乗って小タクシーへ転換され、淀駅からのアクセスはなくなった。一方で2018年春より、松井山手駅からのバスの運行を開始した。ロックタウン組山に関するカテゴリー、イオンタウン組山に関するカテゴリー、ありがとうございます。